はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず今回ですね、飛竜を手に入れたので、まあ、少しマップを見ながら、まあ、行けるところを散策していきたいと思います。その前にちょっとまたコンフィグで音楽を決めたいんですけど、まあ、ちょっと結構いろいろ回しましたね。まあ、多分全部はまだ回してないと思うんですけど、まあ、自分のお気に入り曲はやっぱりちょっとアンリミテッドサガ一押しなんで、ちょっと今回はアンサガでいきたいと思います。ちょっとメダルの方も溜まってきたので、一回目まずはメダル王のところに行きましょう。キメラの翼が2個しかない。メダル王あるよねこれ。あ、ある。メダル王女か。お、飛竜がいる。結構遠くにいるな。もっと地区を寄れ。こいつか。さあ、何枚だ ?20? え、23枚って言ってた今。23枚、まだか。26枚まで。イカズチの杖だし。さばきの杖じゃなかった。フェニックスの方が3つしかない。キメラの翼を何個買ってこう。ちょ、こんないっぱいいらない。5個くらいあればいいかな、とりあえず。で、まあ、まずは飛竜に乗って、おー、手切れた。こいつらはなんだ?雑魚か?まあ、忍術を使うまでもないでしょ。お、ミスった。アーロンを入れよう、クリフトの代わりに。そういえば。そこそこパワーあるな。暴れる。うわ、何回、3回攻撃か。あれ、クリフトでも結構強えな。ユフィよりは強い。一旦入れ替えでクリフトをどうしようかな。アリーナ攻撃力100か。やっぱそうだな、アーロンだな。よし。で、ちょっと地図を見て、行けるところ。この右上のところのちょっと、島とか。あ、あれはでも、山に囲まれてるな。ちょっと上の方の孤島に行くか、まずは。どこだって感じだけど。お前はどこの孤島を指してるんだっていう。ここだってサントハイムでしょ。こっから、地図見れない。地図開けないよ、こっから。で、ここがアレキサンドリア。懐かしいな。ラザトームの方に帰ってきた。いや、でもこれさ、山越えられないの絶対おかしいよ、どう考えても。この右上あたりかな。そうすると行けそうなのが。あれ、これフィガロ城でしょ。ちょっと待って、一回さ、降りないといけないのがめんどくさいな。あ、行き過ぎた。お、勝手に飛竜に乗り出したぞ。ここのちょっと右の方っすね。ここサウスフィガロで、この右、あ、これこれこれ、ここ行きたかった。なんだこの祠は。え、ここは竜の首コロシアム。腕に自信のある者が世界中から集まり、アイテムをかけて戦う場所。おお、これあれか。ドラクエじゃなくて FF6 のコロシアムシステムかな。かけるアイテムが高価であるほど戦い勝った時、手に入るアイテムも立派なもの。まあ、その代わり敵も強いっていう。あまりに強力すぎたせいで使用が禁止されている技もあるらしいぜ。なるほどね。あ、これジグフリートじゃん。最近俺の名を語る偽物が出てきているらしい。騙されちゃいけねえぜ。あ、そうなんだ。一回出てきたよね、ジークフリート。あれは偽物だったのかな、じゃあ。一応セーブポイントとかあるな。わしはコロシアムのオーナー。オーナーがこんなとこにいるのか。全く良い世の中になったものじゃ。そうか。荒くれ者が集まっている。荒くれ者がいるじゃないか。おい、荒くれ者。青い服を着た凄腕の剣士。雷鳴の剣という剣を探しているって噂だ。テリーか。
コロシアムの魔物の中には外であった時とは強さが違うやつもいるらしいで。なるほどね。雷鳴の剣持ってるよね今。それをかけろってことか。ちょっといっぱい記録しましょう。ちょっと15までしかないんで1に戻るか。よし、これ負けたらどうなんだ。おお、これ決まってんのか、かけられるアイテムが。電撃ムチがある。それ電撃ムチ手に入れたらマジカルスカートとか。今回ちょっとこれやっていきたいな。ちょっと待ってね。これ装備してちゃダメなのかな。フレームターンに続くめっちゃ攻撃下がるけど。アーロンとかに向かってるか。あ、雷鳴の剣ある。戦う人だよね。アーロンでいいや。自動戦闘かな。うわ、進撃強い。自動戦闘ではないな。絶対無理。絶対勝てない、これ。虎徹。これで暗闇にして。ミス。オッケー。アモールの水だったっけ？ 1 個しかない。使えるな、でも。おー、いいね。ちょっとこれ、アシュラとかでもなんか、ステータス以上引き寄せよう。あとなんだ？流星とか。ガードされた。いってー、やばいやばいやばい。うわ、これで倒せなければ終わり。終わった。あ、倒した、やったなんと雷鳴の剣を手に入れた。なんだよ、変わんねえじゃねえかよ。テリー、テリーじゃないの。ふっ、誰だかは知らないが、あんたに気安くテリーなんて呼ばれる筋合いはないね。てめえ、お姉さんになんてこと言うんだ。そうね、普通なら忘れてしまってもおかしくないほど時間も経って、忘れておかしくないほどいろいろなことがあったわ。でも、まさか、いや、ミレイユ、ミレイユ姉さんか。姉さん、あの時の俺に今の半分の力でもあれば姉さんを守ることができたのに。いいのよ、もういいのよテリー、誰のせいでもないわ。それより聞いてテリー、あなたの力を必要としているのは今はもう私じゃない。あなたがこれまで掴んだ力をこれからは世界のために使ってほしいの。テリー、私たちの仲間になってくれるわね。姉さん。あ、今回テリーあっさり仲間になるな。ドラクエ6とか、伸ばしに伸ばしまくって、仲間になったら弱かったっていう、そういうオチでしたからね。ちょっと雷鳴剣は、主人公にまた持ち替えましょう。ちょっと、かけられるものをかけていきたいな。毒針って何なの？ちょっと待って。これ何になるかは見れないの？ちょっといいや、かけてみよう。毒針多分そんな使わないからな。メタルスライムとか、おわ、いっぱいいる。これは全体攻撃を持ったやつの方が良かったな。てか速攻で殺されそうだし一発で倒せないと終わるな。無理だ、強い。これ毒針どうなんの。棺桶になった。毒針は、あ、あるな。なくならない。よかったー。そうすると、やっぱりちょっとアーロンで行くか。いけるか？エクスカリバーとか欲しいな。普通に。欲しい。アーロン。リベンジ。あ、先駆けちょっとつけとけばよかった。失敗したな。アーロン遅いから。ぐほわっ。これ無理だな。絶対勝てないな。何もできずに死んだぞ。これちょっと無理っす。敵が強い。あとかけられるのは、電撃ムチ。これ何なんだ？とりあえず回復ができる。まずは主人公から行くか。万能戦士。こいつ炎に弱そうだな。火炎斬りで行こう。食らえ。うわ、59。結構食らうな。解放者いくつ？死ぬ。しかし俺にはミラクルソードがある。結構最近覚えたミラクルソード。ダメだ追いつかない、死んだ。ほんとなくなってないよね。ちょっと心配だな。毒針実は2個持ってたとか、そういうオチとかではないよね。 あるよね、毒針と電撃ムチ。てか電撃ムチって誰に装備させるんだ。まあいっか、ちょっとここのコロシエムはまだきついかな。あと何がある。だってバンダナとかだったらいけそうじゃね。敵が弱そう。ああ、そんなことなかった。
強そう、リザードアーマーブレイク守備力下げられた、あ、危ねえ。パワーブレイク、あ、危険だ。パワーブレイクは攻撃が下がった。ミラクルソードで回復するしかない。ほーら16全然ダメだ、やっぱり。さようなら、全滅した。悲しすぎる。とりあえずテリーだけ仲間になったの大きいな。ちょっとテリーのあれを見たいんで一回パーティー編成しよう。個人的にはちょっとテリー使いたい気がするからな。テリーどこどこだ。テリーいた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 。攻撃力154151、強え。アーロンいくつだ。152、いや一番強いぞ攻撃力だけ見ると。テリー入れよう。ライアン外すか。ちょっとライアンの代わりにテリー入れて、でちょっとアーロンの代わりにテリーを入れよう。これでいこう。でテリーのちょっと流浪の剣士操る、敵を操って同士打ちさせる、すげえ。なんで魔物使いみたいな感じになってんの。あ、ゾンビ斬り、ドラゴン斬り、真空斬り、真空波、敵全体があるな。あ、これいいかもしんないな。テリーって何装備してる。しかもまどろみの剣、ドラゴンシールドとかすげえの装備してんな。なんで頭は装備してないんだ。ミスリルヘルムしか、すいませんね、ちょっと貧乏で。ナイス、テリーさん。ちょっとビビの早手のリングを一旦テリーに装備させて、ちょテリーで行こう。テリー強えぞこれ。編成終了。あ、そうだ、アイラも仲間になったんだよね。まあいった。アイラいくつ ?104。ちょっと弱いな。やっぱテリーだな。今の時代はテリーだ。よし、行くぜ。テリーの力見せてやる。まずは毒針。待って、やっぱり、マジカルスカートにしよう。まだやってないから。ドラゴンキラーがんじゃん。ドラゴン斬り。敵倒しとこう、とりあえず。133、結構強い。お、そうだ。これで真空波で全体攻撃すれば。あ、結構ドラゴンがそもそも強い。うわあ、危ねえ。どうする。ドラゴン斬りで、まずキースドラゴンを確実に仕留めとこう。147、よし倒した。うわあ、食らって死ぬなこれ。毒の息。無理だったか。テリーの力をもってしても、まひった絶対死んだな。厳しいな。敵一体とかだったらどうなんだろうな。毒割ってなんだっけ。あれ、さっきと変わってね。真空波てかこれ死ぬと普通に回復するんだけど先駆けいいわ、かなり有利だ。よし、これはね勝てる。うお、勝てると思ったら。いくつ当たる。61だ。お、でも絶対回復ってわけじゃないんだこれは。よし、勝った、やった。アサシンだからいいね。これでもなくなっちゃったから。あ、そっか、これ右にずれるってことね。雷鳴剣をかけると雷鳴剣、毒針をかけるとアサシンだが、でも結局さ、一回やらないとわかんないじゃん。アサシンだがあるし、ちょ、アサシンだがまた来たよさあ次は何になる。絶対無理だよこれ。お、操ろ、ランドウォーム操った、やった。これどうすんの。特技ランドウォーム、アッシェ、いや食らわないでしょだって自分には。ほらこれ強え、ちょ操ろ。あー、ミスったか。うわー、ミルストーン使ってくんのかよ、これはきつい。あー、ミスったかー、死んだこれ運次第ではなんかいけそうだなまあいいや、とりあえずアサシンダーが手に入れたから。電撃無知なんだっけすぐ忘れる、記憶力がない。あー、モンスター変わるわこれ。じゃあ真空波だな。くらい、うわー、きっと弱いな。
わこれね、ブラックソードみたいなの強いわ。攻撃がそもそも回復されるからな。アモールの水少しいっぱい買っとこうかな。回復ができないテリーは。あ、もしかしたらいけるかもしんないな、これ。もう今日はちょっとコロシアムで終わっちゃうかもしんない。じゃあちょっとバンダナをかけて、お、ブラックプリンじゃなくてイエロープリン。真空波効くか。わー、効かないけど、まあ、これでいくしかないもんな。いくつ60、結構食らうな。もう一発当たられる。これで倒せなければ終わる。くーない。うーわー、マジかー。これなんで惜しいところで。ちょっともう少しさ、装備整えればテリーいけんじゃん、今のレベルでも。あ、フバーハか。黄金の鎧は多分最高の鎧だな、今持ってる中で。なんか素早さが上がるやつなかったっけ。グリーンベレンしよう。どうせミスリルヘルムだったらあんまり変わんないでしょ。でむしろグリーンベレンの方が強いし。よし、少しでも素早さを上げて、じゃあアサシンダガンしよう。懲りない。死んでばっかだな。あ、ポストロールだ。これは強いぞ。死ぬはずない。で、もう一回いける。ポストロール操ってもな、多分全体攻撃ないから。超強い、絶対無理だ。死んだ。じゃ、このレベルは無理だな。強すぎる。バンダナとかにしよう。バンダナと、あ、あれ、バンダナ、誰かが装備してんな。じゃあマジカルスカートでいいや。ビビがバンダナパクってるから。あ、これどうだろうな。まず数を減らそう。ドラゴン斬りで攻撃を3回食らうのと2回食らうのでは多分違うかな。これでまず、よし、フバーハいいね。これいけんじゃない。うえー、ちょっと待ってよ。ドラゴン斬り、これいくつ食らう ?25 だ。うおぉ、こいつ2回攻撃か。おだける、頼む。ディレイ、まあしょうがない。アモールの水さえあればな。よかったけど薬草しかない。残念ながら41。あー、まひるぞこれ。まひった、負けた。んー、なんか惜しい感じだったけどな。宿屋はあったけど道具屋なかったよな、ここ。これだって荒くれ者が集まってますよっていうだけだもんね。しょうがない。じゃあちょっと別のところに行きますか。結局アサシンダガー手に入れただけだったな。そう、あのグランマーズの館の右とか行けそうなんだよね。海に囲まれたところ、これで回転支点でしょ、だって。ここ、ここ、ここ、こっち側とか何もないよね。まあいいや、とりあえず行けるところに行きましょう。ここ何？あ、カルベローナだ。あなた方がカイマ人の海底神殿を滅ぼしてくださったので封印の時より目覚めました。滅ぼしてくださったのでって、結構物騒なこと言うな、このお姉ちゃん。おお、カルベラゴナといえばあれじゃないか、名前忘れちゃったよ、マダンテの人。バーバラだっけ。この町は皆魔法の使い手だが、俺みたいに得意でない者も少しはいる。荒くれ者だな。ここはここ、あ、降りられるね。小さなメダル欲しいな、やっぱり小さなメダル。お、宝箱がある。おお、小さなメダルと魔法の聖水。アモールの水をちょっと10個くらい買ってこっかな。こ
こに道具屋があればの話だけど、あそこになんかいるけど、こいつ何？この家には魔法力で物を作ることが得意な老夫婦が住んでおられます。でも封印から解けたばかりで今はお疲れのご様子、長老様の呼びかけでもない限りはしばらく眠り続けてるでしょう。ああ、なるほど、今は何もできないってことね。こっちは？ちょ、ま、あれ？なんかいる。なんで同じやつがいるんだ。モシャスか。しかも飛んでった。いや、そんなことよりさ、道具屋。アモールの水を10個買うと800円か。しょうがないな。思い出の鈴手早く持ってる。ちょ、もう少し買っとくか。5個くらいあってもいいな、これは。安いし。テントも、ちょっと少し多めに買っとくか、金があるときに。うん、これでいいな。こいつなんだ？わしら魔法を操る者は魂だけの存在となって生きることができるのじゃ。すげえ。つまり死ぬの？死なないの？あ、そうか。あ、話してなかったな。話したと思ったけど、実は話してなかった。宿屋。なんでこんなさ、行きづらいとこに宿屋があんの？これ、こんなところにあったら儲からないでしょ。ここゴールドの店か。いらないと。この北の家、カルベ老夫婦。はぁ。何カルベ老夫婦って。あ、出ちゃったよ。もしかしたら出た方が早かったかもしれない。長老に会うか、じゃあ。ここ、武器とかの、いけねえし、こっちから。武器と防具屋はないのかな。この町の長老、ブボール様。あ、これ、武器屋か。あー、いいね。さっき金使っちゃったから買えねえや。オベリスクとかかっこいいな。いやー、全然金足りないわ。ストロスの杖、ストナ。カルベロビュート。お、杖。超高い、12000円。カルベローナで作られた道、縦1列ってことね。円月輪欲しいなー。でもユフィ今のところまだ忍術で対応できるからな。防具は頭。黄金の盾、これはいいや。あ、ブリガンタインとか売ってんだ。テリーに装備させようかな。天使のローブも欲しいな。ビビにゴールドキャップ、あ、レッドキャップね。これで終わりか。相変わらずちょっと金が足りないっていう。これ何屋さん？ああ、なるほどね。命中率上昇、回避率上昇。カウンターいいな。レビテト、あ、結構いいの売ってきてるようになったな。いや、相変わらずのちょっと金のなさには悩まされるけど。これ植木、なんかいる。これは癒しの玉。え、マジで？宿屋いらなくね？これは活力の玉。もしもの時の戦いの魔法を司る光。意味がわからない。どういうこと？マジックパってこと？その女神像には伝説の大魔女バーバレラ様の魂の亡骸が宿っておる。100年に一度その女神像からこの町の長となるものが生まれてきたのじゃ。はあ、はあはあ、特に何にもない。ちょっとじゃあまずは長老様にお会いしますか。あ、ここら辺ちょっといろいろ漁るところがあるな。大魔女バーバレラ様は究極の魔法マダンって生み出された。そうだよね。今ではわしらの長老様ただお一人。おー、やった、小さなメダル。23枚って言ってたからあと1枚だな。これこっちから来るとどうなんの。勝手に入るんじゃねえぜみたいな。そんなことは言ってこない。うーん、なるほど。怒ってるね。後ろから行くとちゃんと喋ってくれる。ここは魔法を操れるのみが暮らす町、カルベローナです。それ、ファイラっと。おお、すげえ。ファイラを使えるのか、結構強えな、こいつ。この店にある防具、カルベロー夫婦。あ、そうなんだ。カルベロビュートとかね。なるほど、カルベロー夫婦は、これで生活をしているんだな。長老の跡継ぎ、バーバラ様。伝説の魔法、マダンテか。バーバラどこにいるんだ。仲間にしたい。なんでこんな変なところから行かないといけないんだよ。長老様、
お、バーストしてバーバラ様がお持ちです。ちょっと裏からまずは探索してからっていうのが鉄則なんで。おー、いるー。私は長老ブボール、あなたたちが来るのを待っていましたよ。いろいろとお話ししたいこともありますが、私には残された時間が5歩時間があまりないのです。早速ですがお願いをします。この娘をバーバラをあなたたちの旅に同行させていただきたいのです。うん、断ると言いたいけど、これ大丈夫、断っていや最悪やり直そう。そうですか、仕方ありませんね。マジか。バーバラに秘められた魔力はきっとあなた方の力添えになると思うのですが。戻された。もう一回話せるよね私はブボール、うまたゴホってなるはい、ありがとうございます。この娘の力ならきっとあなたたちのお役に立てると思いますよ。ではバーバラ、あなたと別れる前に伝えなければならない技があります。カルベローナに伝わるマダンテの魔法はもう知っていますね。はい、長老様。自分の魔法力をそのまま相手のダメージにする魔法ですよね。ええ、その通りです。ただし一度唱えるだけでその時の魔法力は全て使い果たしてしまいます。さあ、私には時間がありません。かつて勇者ロトによって封印された邪悪なものの復活が近づいているのです。急ぎましょう。目をつぶって。そんな簡単に覚えられるの？両目を閉じバーバラに魔力を送った。バタってなりそう。お、なんだ。いや、俺じゃないよ。俺何もやってないよ。ブボール様。心配いりませんよ。騒がぬように。私の役目は無事終わりました。闇の者の手も一歩及ばなかったようですね。新しい命よ、新しい力よ、頼みましたよ。長老様、あーって何？長老様っていう、あの叫びなんだろうけど、長老様、あーみたいな。大げさな人だこと。大丈夫ですよ。魂が長い長い眠りにつくだけのこと。大魔女バーバレラ様と共にいつもあなたたちのことを見守っていますよ。おやすみなさいバーバラ、そして皆さん。うん、長老様から授かったマダンテの魔法、まあこれ普通にハイにしましょう。おー、バーバラも仲間になったか。どうしようかな。でもビビはちょっと外したくないといえば外したくないんだよな。最強魔法カルベローナの魔法か。町の者には内密に。あ、そうなんだ。まだ知れ渡ってないんだね。ちょっと本棚調べようと。なんかないかな。このおばあさんなんか隠し持ってなかったかな。なんもないや。ちょっと、あー、バーバラ見たかったな。こっちは何にもない。あれ、なんか真ん中って特に関係ないか。井戸みたいなものに見えたけど。あれ、お前さっきと同じじゃん、会話が。あとはちょっと右の方にいたなんか飛んでったやつですね。あいつがちょっと気になるんで、あそこの館にも行きますか。この人たち知ってんの？お、何も知らない長老様の雷のことも知らない。長老様がサンダカを唱えたみたいな。あ、この人たちは、わーいわーい。おー、ちょっとこの子供に話したいんだけど難しい。後ろから追っかけよう。おい、わーいわーい、変わんねえし。こんなに苦労したのに。あれ、あ、あそこから入れねえじゃん。ってことは、ん？この階段から行けばいいのかな。まったくなんて作りにしてるんだ。こいつか。ふう、怒られる。なんかくれ、なんかくれ。おお、フェニックスの、やったね。じいさんいただいていくぜ。誰かお探しかな。あ、別に。分かっとる分かっとる。姿はこんな姿ゼロ。もしゃす。さあどうじゃ。探していたのはおそらくこの姿のものじゃろう。ほほほ。これはもしゃすといってかなりレベルの高い魔法でな。わしもつい最近覚えたのじゃ。まあカルベの夫婦が作った杖なら誰でも姿を変えられるそうじゃがな。それよりはて、ばあさんを見かけなかったか。どこへ行ったのかのう。し、わしもモシャスで猫になってみたんじゃが、元に戻る魔法を忘れてしもうたんじゃ。でも猫でいればしばらくはうるさいじいさんの相手をせんでいいから楽ちんじゃ。いいかい、じいさんには内緒じゃよ、にゃーん。まったくどこをほっつき歩いとるのかのうちのばあさんは。
てかモシャスってさ、あ、いけねえしこっち特に何にもない。勝手に治るっしょ、何歩か歩いてれば。これ調べたよね、何にもないか猫がやたらいっぱい増えてんな。いちいちここを通らないと外に行けないっていうめんどくささ。だいたいこれでカルベローナも探索し尽くしたかな。ちょっとバーバラの能力が見たい。これパーティー編成、バーバラじゃなくてこれってやってみるんだ。メニューカルベローナの子特殊マダンテ999 全マジックパワーを消費して大ダメージ、ファイラファイラブリザラサンダラ、あ、バイオがあるね。マドゥーサメダカに一応黒魔法は一通りは揃ってる感じか。こいつ無知だな多分。そうすると電撃無知でも装備させてあげる。せっかく手に入れたし、盾は装備できない。マジカルスカート、魔法の方いいわ。あ、ちょっと弱いんだ。頭は顔の帽子でちょっと我慢してもらおう。どうしよっかな。バーバラもな、ちょっと入れたいといれば入れたいな。あとアイラ見てみよう。アイラ特殊ユバールの民パワーブレイク、あ、ブレイク系か。あとは疾風好き、はやぶさ斬り、スローダンス、ダンスか。なるほどね、ハッスルダンスとか覚えそうだなこいつ。ダンスってことは、どうしようかな。ちょっとユーナ外そうかな。そうするとユーナの代わりに、てかあんまりそのスタメン以外のやつは使ってないけど、ちょっと待って、バーバラとユーナを入れ替えよう。よし、これでいきましょうメンツは。うん、 OK。 じゃあとりあえず今回あのコロシアムとここしか来てなくて全然進んだ気はしないですけども、また次回ちょっとやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。